日本の消防車、日産ディーゼル FJFJ552LNFJ は、UD トラックスが製造するはしご車専用車シ,シである。ラフテレーンクレーンをベースにした、AG、アックス型の後継として登場。4WS、オートマチックトランスミッション、油圧式サスペンションを装備している。車体は、バス用がベースとなっており、主に、日本機械工業のはしご車用だが、 少数ながら、森田の仮想例も存在する。タイヤは425、65R22.5 というスーパーワイドタイヤを標準装備。なお、近年では、車両重量と軸重の保安基準緩和を受けたものは445、65R22.5 というタイヤを装備する。はしごは30メートルから40メートルまで存在し、三軸仕様は存在せず。 全車二軸仕様となっている。なお、東京消防庁には一台も配備されていない。1998年登場。エンジンは V 型8気筒の RH8 型を搭載。オートマチックトランスミッションは5速仕様で、全面系光灯はワンパーに埋め込まれた。2000年12月に平成11年排出ガス規制と中期安全ブレーキ規制に適合し、 f j 5 5 2リットル n となる。コーナリングランプの形状が、富士重工業のバス用車体と共通のものに変更された。2003年富士重工業のバス、車体製造撤退により、西日本車体工業製の車体がベースとなった。なお、千葉県四街道市消防本部には特注で、ビッグサム用のディスチャージヘッドランプを装備した車両が導入されている。 2008年平成17年度排出ガス規制に適合。エンジンも GE13、尿素、SCR を搭載。オートマチックトランスミッションは5速から6速に変更になった。ありがとうございます。